こんにちは、上田元井です。今日はですね、悩み事を消さない方がいいというお話をしたいと思います。悩み事をですね、消そうとするとですね、悩み事がどんどん増えてしまいます。まあ厳密に言うとですね、悩み事が増えるのではなくて、悩み事が増えたような錯覚に陥ってしまいます。例えばですね、皆さんも経験あると思うんですが、欲しいバッグが、ブランドのねバッグがあったとします。そのバッグを欲しいなと思った後にですね、外出をすると、その自分が欲しいと思っているバッグを持っている人を見かける回数が増えるんですね。あの人もあのバッグを持っている、この人もこのバッグを持っている、あそこにいる人もその自分がね欲しいと思っているバッグを持っていると、そういうふうに自分が欲しいと思った後にですね、そのバッグを持っている人が増えたような錯覚に陥ってしまうんですね。自分がそのバッグを欲しいと思う前とですね、欲しいと思ってからその短い時間でですね、世の中全体にそのバッグを持っている人がいきなり増えるなんていうことはないんですよ。自分がそこに意識を向けた後にですね、気になってしまうようになるんですね。これが怖いんですよ。悩み事もそこに意識を向けた時からですね、悩み事が増えたような錯覚に陥ってしまうんですね。なんて自分の人生は不幸なんだろうなっていうふうに、その負の連鎖に入ってしまいがちです。悩み事というのはですね、お家の中にある埃のようなものなんですね。例えば床にも埃がありますよね。テーブルの上にも埃がありますし、あるいはパソコンのキーボードのこう隙間だとかにも埃ってあるんですね。それを取り除いたとしても、またすぐに埃というのは溜まってくるんですよね。完全になくそうとしてもなくならないものなんですよ。それをずっと気にしてですね、掃除をしているとですね、家にいる間にですね、ずっと掃除をしていないといけなくなってしまうんですね。掃除をすることがいけないということではなくてですね、それをなくそうとすること自体がですね、なくせないのに完全になくそうとすることが問題なんですね。埃というのは自分のお家だけではなくてですね、他の人のお家にもあるんですね。例えば埃がどんなに溜まっていても、掃除を一切しないで家に帰ってきたら、自分のやりたいことだけやってるっていう人もいるんですよね。例えば家に帰ってきたら、テレビを見るとかね、お風呂に入るとか、まあ、あるいは読書をするとかね、自分の興味のあることを、勉強するとか、埃はいっぱいあるんだけれど、自分のやりたいことに意識を向けている人、まあ、あんまりこう掃除しなさすぎるのも良くはない、健康的にも良くないと思うんですけれど、どちらが幸せだと思いますかっていうことなんですね。その自分のやりたいことも一切やらずにね、その誇りを完全に取ることだけに意識を向けて、なんで誇りが完全になくならないんだろうっていうことをずっとやっている人っていうのは、自分のやりたいことをずっとできないでいるんですよね。なんて自分は不幸な人生なんだろうなっていう、その負のスパイラルに陥ってしまいがちなんですね。人生をですね、こう不幸にしたいなと思う人ってそんなにいないと思うんですよね。ほとんどの人が幸せになりたいなと思っているはずなんですけれど、その意識の向ける先をですね、変えるだけで、その人の人生っていうのは良くも悪くも変わってしまうものなんですよね。今悩み事をですね、こう埃に例えてお話をしたんですけれども、埃はですね、この物質世界の中にあるものですから目に見えるんですけれども、悩み事というのはですね、自分の考え方の癖が作り出している
ものなんですよね。実際に目で見えるものではないんですよね。つまりはですね、この考え方の癖を直すことによって、自分の生活がより豊かになっていくと、そういうふうにすることができるんですね。どうしたらいいかというとですね、まずその悩み事を消そうと思うその気持ちがですね、湧き上がってきた時に、ああこれは自分の考え方の悪い癖なんだなとまず気づくことなんですよね。そして気づいたら、顔と頭の力を抜いて、全身の力を抜いて、ゆっくり深呼吸をします。そしてリラックスした状態を作るということです。そして気持ちが落ち着いてきたら、さて私は今何をやるんだっけと自分自身に問いかけてみてください。これは何でもいいです。例えば勉強するでもいいしね、まあ、テレビを見るでもいいし、これお仕事もそうですね。今から、お仕事をするんだというふうに、その意識をそこに向けていくということなんですね。でこの時に気をつけていただきたいのは、ただ漠然とそれをやろうだけだとなかなかですね、集中力が続かないんですよね。すぐまた嫌なことを考えてしまうので、ですから初めのうちはできるだけ時間を短く区切るということですね。今から30分だけはこれをやろう、あるいは今から10分間だけはこれをやろうというふうに、時間を短く区切ってそこに意識を向けていく、まあ、練習だと思ってやっていただきたいんですね。初めのうちはですね、10分も集中できないかもしれないんですね。10分だけそこに意識を向けていこうとしてもですね、5分ぐらいでまたこう、あ、悩み事を消そう悩み事を消そうという気持ちがね、湧き上がってくることもあると思うんですが、そうなったらまた同じことの繰り返しなんですね。あ、これが自分の考え方の悪い癖なんだとまず気づくことです。で気づいたら、顔と頭の力を抜いて、全身の力を抜いて、ゆっくり深呼吸を繰り返すと。そして気持ちが落ち着いてきたら、さて私は何をやるんだっけと、声に出さなくてもいいです。心の中でつぶやいてもいいですけれど、さて私は何をやるんだっけと、そして目の前のことに意識を向けていくと。最初のうちはですね、またすぐにその癖ですからね、すぐにその悩み事を消したいという気持ちが湧き上がってくるんですけれども、この繰り返しをずっとやっていくとですね、少しずつその意識を向けられる、集中できる時間がどんどん、長くなっていきます。これは非常に時間のかかることなんですよね。まあ、こうお伝えするとですね、何回やったら癖は治るんですかとか、どれぐらいの期間やったら癖は治るんですかと聞かれることが非常に多いんですよね。そしてその結果を求めてしまうとですね、その癖が治るまでの時間がもっともっと長くなってしまうんですよね。結果が決まっていることの結果って求めていいんですね。例えば 1+1 は何ですかと、その答えっていうのは2ですから、2を求めるのは全然いいんですよ。 1+1 は2ですからね。その答えが決まっていることの結果を求めるのはいいんですけれど、答えの決まっていない、結果の決まっていないことに答えを求めるともっと苦しんでしまうんですよね。例えばそのどれくらいで結果が出るのかっていうのは人それぞれ違うんですよね。人それぞれ違うから、こうですよっていうふうに明確な期間なんて決まってないんですよ。決まってないものを求めるから、そこに、苦しみが生まれてしまうんですよね。これは悩み事も一緒なんですけれど、悩み事を完全に消すなんてできないのに、できないことをやろうとする、この矛盾が人の苦しみを生み出してしまうんですよね。ですから結果を求めずに、まずそれは自分の考え方の癖なんだっていうことを認めて、きちんとそこに気づく、気づいたら、意識を、一つのことに短い時間に区切って向けていくと。そうすることによって少しずつ集中できる時間が長くなっていきますので、まあ、長い時間経った時にふと振り返って、ふとした時にですね、あ、なんか自分のね人生は楽しいなとか充実しているなというふうに
後で結果は気づくものなんですよね。ですから先に求めないということです。そして自分のやりたいこととかに意識を向けられるようになれば良い結果が出てきますから、それが自信につながるんですよね。そうすると悪い癖っていうのはどんどん、治っていきます。ですから今回はですね、こう例えてお話ししましたけれども、自分は悩み事を消したいなと思いがちだなと、そういう癖があるなという人は、その悩み事を消そうとするのではなくてですね、これはもう自分の考え方の悪い癖だということを認めてですね、まずそこに気づいて自分がやるべきことに意識を向けていくということをぜひやっていただければなと思います。